1989年3月 S13 シルビアのハッチバックモデルとしてデビューしたのが 180SX だ。リトラクタブルライトを与えられ、リアにガラスハッチを備えたこの車は、当初シルビアの人気に押されてほとんど目立たない存在だった。エンジンはシルビアと同じ 1.8 リットルだったが、ターボモデルだけのラインナップだった。91年にはエンジンが2リットル化され、最高出力205馬力、最大トルク28キロを発生する SR20DET となる。本来ならば 180SX はこのスペックで販売を続け、 S13 シルビアのフルチェンジとともに生産を終えるはずだった。ところが 240SX というネーミングで輸出されていた 2.4 リットル仕様の北米での人気が衰えなかったため、日産はシルビアと切り離して生産を継続することを決断する。そこへ日本市場でも追い風が吹いた。ニューモデルの S14 シルビアが大型化されたことから、走り好きの目が 180SX に集まり始めたのだ。その結果、180SX は貴重な5ナンバー FR として熱い支持を集め、足掛け10年にわたって販売が続けられることになる。 180SX の基本コンポーネンツは最後まで S13 だったが、マイナーチェンジを繰り返すことでパフォーマンスを維持した。96年には初の NA モデルであるタイプ S も追加されている。シルビアに比べて車重が重く、ハッチバックボディは剛性面でもハンデとなったため、走りではシルビアに劣ると言われたが、チューニングパーツが続々とリリースされて、その弱点は克服された。多くのファンが独自の改造を施し、オリジナルモデルが生まれたのもこの 180SX の特徴だ。そうした中、フロントマスクを S13 シルビアに改造したモデルは、走り好きから親しみを込めてシルエイティと呼ばれたのである。